島田、左足、島田シュート、島田間を通す、預けて中、島田のミドル、キーパー。いいボールですね。さあ前が相手、シュート打った、決まった、金沢1点返しました。島田の左足、岩から瀬沼落として島田のシュート、こぼれた島田のシュート、もう一度拾った島田のシュート、マテウス左手1本でした。島田間を通す、岩トラップからシュート、ないのでいいシュートだと思いますね、はい、島田のパスでしたね、はい、一緒に収めることができても、それが2番手、3番手、2番手、3番目でね、島田打ってきた、ディフレクションあってゴール、最後はディフレクションあってゴールに吸い込まれていった。金沢追加点、少し距離があると思ったんですよね、ここ一人かわして空いてるので思い切って打ちに行きましたよね、これがディフレクションしてゴールに吸い込まれましたけど、こういうチャレンジやっぱすることが非常に大事ですよね、自分たちの前にスペースがあれば積極的にシュートを狙っていくと、なおかつ下の状態もやっぱスリッキーなので、こうやって少し回転がかかれば思うようにこう思っているボールが伸びたりします。島田からオープニングゴールをバー直撃、いきなりのオープニングショット、面白いアイデアですね、リスタートからでまだ立ち上がりだったんでキーパーもちょっと油断してるって見たのか、すみません、思い切って狙ってきました、これしっかりゴール見てましたからね、キーパーも狙ってきた、直接狙ってきました、このシーンです、ネット落としてシュート、後ろから島田が入ってきました、いける、大谷のクロス、島田だ、島田ワンタッチで左のサイドへ、渡辺大輝中を見て切り返す、自分で打ってった、さあダイレクト折り返す、関の頭の上、さあこれがチャンスになるか、島田ビッグセーブ、関狙ってきました、遠目ではありましたが利き足の左、島田が触ります、ここにディフェンスに行くのは小暮、左足シュートだー、決まった、金沢先制、手元の計時1分、ボールを運んで、はい、このフェイントから内側にもワンタッチがもうツータッチが入ったところが良かったですね、からセルマだ、落として島田のシュート、ゴールキーパー正面、詰めた杉浦、3点目、奪って島田左足、1点返しました金沢、最後のタッチ横にグッと運んだことでシュートコース作って、でなおかつおそらくビクトル選手も右に重心乗ったんでしょうね、はい、その瞬間逆取りました、見事ですね、戻して島田、ワンタッチありましたか、受けた島田がシュート、枠にはいきませんでした、まあ、今シーズンここまでもこういうシーンたくさん島田選手作ってますよね、中に入っていって左でカットインして、まあシュート、まあこれフォアサウバナで岩からパスがつながった、島田シュート、枠のわずかに左、惜しいシーンでした、はい、杉浦からのクロス、島田だ、キーパーセカンド岩プッシュできない、いい流れでした、杉浦翔平のクロス、まあ、裏です、小林拾います、島田のシュート、預けて中、島田のミドル、キーパー左に島田選手を持ってきたと、そういうところが当たっているということですね、今小林がついてるんですね、ヘディング、中来た、最後飛び込んできましたが最後島田ですか、ゴールだ、中入れる、うわ潰れる、シュートへ、キーパー杉浦選手が開けたところに、まあ、丹羽選手潰れて最後ちょっと重なりましたけど島田選手ね、そして島田選手シュートを打っていった、パンチング、先ほどの島田のシュートですがゴールキーパーの田中もよく弾いていきました、島田展開して松田のクロス、
こぼれ球、右足でシュート、引き足でない右足でのシュートです。中、左足島田、このシュートは力がない。ダイレクトのパス交換から島田、前を向いて左の平松へ入れ替わって、島田は左、その島田に渡る、左足、島田奪ってからのスピード感も非常に良くて、この隙を起こすことなくスピード落とさずゴールまで迫ることができたんで、はい、ビッグチャンスでしたね。島田の左足クロスバー、